飛べるかどうかっていうのとっても大変だったんですけど、ノリノリで行かせていただきました。ありがとうございます。で2曲目はもうやっぱり山口百恵っていうとこの曲をどうしても外せないと思いました。あの唱歌のように、そしてみんなに口ずさんでもらえるようにと谷村新司があの使用したと言っておりましたけども、本当に私もこの歌が初めは好きではなかったんですけども、歌っていくうちにああいい歌だなと
だんだん深い詩が深いなと思って、いい歌だなと思って、本当にだんだん好きになっていった歌です。いい日旅立ち、聴いてください。砂に枯れ木で書くつもり。